高校野球西東京大会東海大諏合9の一玉大りが丘13日3回戦スリーボンドスタジアム八王子写真父の元ヤクルト宮本信也氏憧れの神宮へ一歩近づいた遊撃の名手として活躍し通算2000安打を達成した元ヤクルト宮本信也氏53イコール日刊スポーツ評論家 お父に持つ、東海大素顔のエース宮本京介投手、三年、が玉尾聖ヶ丘戦に先発し、四回無失点の好投を見せた。四対0の四回に西に三塁のピンチを迎えた。祈るようにバックネット裏から見守る父の前で、渾身、渾身、の直球でズバッと見逃し三振。踏ん張った。 京介はいらない支給が課題でしたが、それ以外では試合を作れたのかなと、入りが難しいとされる初戦の一生にしっかり貢献した。東海大ス号では1年秋からベンチ入り、選手として神宮で投げた経験はまだないが、レジェンドの父を持つ京介ならではの、とっておきの思い出がある。13年の昭1時に父の引退試合で支球式を行った。 13年に日本記録の60本塁打を放った元ヤクルトのバレンティン選手とかがキャッチボールの相手をしてくれてすごく楽しかった。今でも鮮明に覚えている。届かないのが嫌でマウンドの少し前から投げさせてもらった。あれから11年後、身長は187センチにまで大きく成長した。悠々とボールはホームまで届き、 名門のエースナンバーを背負うまでになった。準々決勝が行われる神宮まであと2勝に迫った。もちろん目指すは甲子園。親子揃った記念撮影は甲子園で。と父とびきりのツーショットはまだ撮っておく。佐世ゆり子。